コンテンポラリーダンスは別にバレエを前提としてできてきたものじゃないので、もうむしろそういうふうにバレエを経験してない人がいないとコンテンポラリーダンスは成り立たないと思ってます。なんて言うんだろう、バレエっていうのはすごいやっぱり答えに、まあはっきりこれが答えだっていうわけじゃないけど、はっきりした答えに向かって自分をどれだけ近づけていけるかみたいなストイックさはすごいあると思うんですよね。すごいはっきりしたビジョンがあって、はっきりしたところに向かってこう進んでいく、どれだけ技術を磨いていくか、どれだけ理想に近づけるか、完璧さを求めるかっていう、まあ、当然の話なんですけど、それに対してやっぱコンテンポラリーダンスっていうのはもちろんその実体がないっていうのが唯一実体みたいなところがあるので、それを自分がそのコンテンポラリーダンスに関わる人がコンテンポラリーダンスを見つけていかなきゃいけない、そのコンテンポラリーダンスがこれいうものだっていうのは決まっちゃった時点でもうそれは過去のものになっちゃいますから、それをなんか先がまだ分かんない、まだ分かんないって言って先を切り開いていくっていうことが一番大事っていうことだと思うんですよね。だからそこの、そうですね、バレエのその目標とするところとコンテンポラリーダンスの目標とするところのこのスイッチの違い、スイッチじゃない、その意識の向かい方の違い、どう自分上達していけばいいんだろうっていうこの意識の違いを あのそこをちゃんと自分の中で消化するのに、やっぱバレエの方向を迂回してここの目線からこっちを見るとおかしく見えますけど、中立的な視点っていうかもう自然な目線でこう見ればどっちも多分理解できることだと思うんですよね。もう好奇心がそこのコンテンポラリーダンスやっていくエネルギーになる。ただ完璧さを求めるそのなんか美を追求していく意識とかは例えばバレエをやっていく原動力になるみたいな、それって両方とも多分、ね、その自然に理解できるものだと思うので、一回ここから見るっていうよりもバレエの方から見るっていうよりもその一回普通の人間として、僕だったら、まあ、普通の人間、日本人として児玉北斗としてバレエとどう関わるか、コンテンポラリーダンスとどう関わるかみたいなところまで一回戻ってからいければいいなと思ってます。僕が一番ゴールとしているのはそのプロセスがどれだけ大事かっていうことで、最終的に舞台に乗ってお客さんの前で発表する瞬間と最初に振りを渡される瞬間っていうのがどっちが大事かっていう、そこのヒエラルキーっていうかその格付けをしてほしくない。だから最終的にゴールがあるってなるとやっぱりゴールに向かってゴールに焦点を合わせていこうっていうのが多分すごい一番強くなっちゃうんです、最初の瞬間から。そうじゃなくてその習ってる瞬間とか自分がこうどう吸収してどういうふうにそれを表現に転化していくかとか、それをどういうふうに否定されて、否定されたのは自分がどういうふうにこう作り出していくかっていうのが、そこがただ発表する場と同じぐらい大事っていう考え方なので、僕はそれを別にその子供とか来てくる人に熱弁を振るうわけじゃないですけど、でもそういう意味で発表っていうのはとりあえずなくして、まあ、もちろん毎回毎回じゃあ一回としてやってみましょうかみたいなことあるかもしれないですけど、それよりも自分の中でやっていくうちにどういうふうにこの言われてることが意味を成してきたかとか、1回トライしてみたけどダメだった、じゃあ2回目どうしようとかっていう、そのそこに目を向けてもらえたらいいなと思うんです、自分の中でっていう感じです、うん、じゃああえての発表なし、はいはい、だから目に見えるゴールを設定しちゃうよりも自分でゴールを見つけていくじゃないですけど、小さいゴールをたくさん設定していくことになると思うんですよね。逆にゴールがないっていうことで、じゃあ1回目できなかった、じゃあ2回目どう頑張ろうっていうエネルギーのが
結局は一過性のゴールよりもこの小さいゴールの積み重ねをこうなんていうかな、続けていけるようなやり方を自分の中で見つけていければ、その一回発表の場ではい終わり忘れるじゃなくて、それをその先に生かせていくようなそういう活動につなげていけると思って、やっぱりあの一人で教えるっていうよりも、僕はなんかすごいあのジャポンもそうですけど、なんかそのなんていうかな、いろんな視点を混ぜていくことで、なんかクラスもそうです、クラスもなんか別に僕の意見をぶつける場じゃなくて、まあ、そこにいる僕と多分木田の意見の総合がそのクラスとして機能すればいいなと思ってはいるんですよね、うん、だからまあ受けに来てくださる生徒さんもなんか僕だけに教わったっていう印象よりも、僕と木田から教わったっていう印象をちゃんと持てるような、まあ、構成にしていけばいいなとは思っているんですけど、はい、もうけど僕はさ、あんまり僕は思うにはなんかポカーンとしてる人ほど天才だなと思うけど。本当ですか？うん。すごいダンサーなんかもうすごいポカーンとしてる人たくさんいます。将来やっぱ大器晩成じゃないけどすごい人になる人はちょっとゆとってるぐらいがいいかもしれない。